皆さんこんばんこばはミヤノマムルです今週も始まりました「宮野真守のレイディオスマイル」さあ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 今日はアルモニー3区北九州ソレイユホールで行われた福岡公演北九がですね無事終了したはずでございます ドラゴンボールのあのあショックを受けた時のやつねショックを受けた時のクリリン、ね、ってことは折り返してるはあもう半分なんだねいや早い遊びに来てくれた皆さんありがとうございますさあそして次は来週ですね3日12月の3日 これダメージ食らった時の悟空ねうわあこれもう12月なんだ来週うわあ。12月3日富山と4日長野 こちらですよ。初めて行く土地でございますので、えー、またね、初めて見に来てくださる方も多いんじゃないかと思いますので、一緒に盛り上がりましょうさあさあさあ、今日もたくさんのね、えー、皆さんからメッセージもらっていますので、読んでいきたいと思います。それでは張り切っていってみましょうさあ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 、今週もね、皆さんからいただいたお便りをどんどん紹介していきたいと思うのですが、あー何から行こうかな I c a n lose! JJ さあということで <laughs> JUST FORLOW ME ということでね何何あ鼻歌だよただのただの鼻歌ほっこりからいこうかなうーんラジオネーム「激あの塩」さんからいただきましたハライチみたいな感じ <laughs> <laughs> 激あの塩」ああ <laughs> いや、これ料理しようか、料理しようかな、と思う。よし、よし、じゃあね、今日はちょっと塩を、塩を多め、塩多めに入れようかな、これ甘く、激甘の塩。<laughs> 母さんこれ、激甘の塩入っちゃってるから、激甘の塩入っちゃってるから、もう、全然かけなくなっちゃってるよ、最初の方から。<laughs> もういいよ。<laughs> っていう。全力でハライチをやるコーナーじゃないんです。ほっこりなんです。 <laughs> そう、あの、仙台のお話をね、してなかったので、そう、なぜかね、今週したいなと思うんですよね <laughs>。北急はまあ来週あたりかな。うん。マムのライブの仙台公演での出来事、激山の仕様さんね。激山の塩ママちゃんこんばんは、こんばんは。マムライ仙台お疲れ様でした。お疲れ様でした。参加させていただいたのですが、会場で出会ったほっこりした出来事をママちゃんにご報告します。 1>, 1階の真ん中あたりの座席に小さな女の子とお父様がいらっしゃいました。かわいいね、もうこれだけで、ね。最初はお父様がマモちゃんファンなのかなと思いましたが、ライブが始まると女の子の方がペンライトの振りやアップサイドダウンの振り付けが完璧で驚きました。<laughs> ライブが終わった後に少し女の子と お父様とお話しさせていただきましたが、女の子は9歳にして、なんと、まもらい歴6年。<laughs> という、まもらいのプロだったんです。え ?3 歳からずっと来てんのすごくな <laughs> い <laughs> 思わず一方的にですが、また来年会おうねと約束したので、 あそうだね。<laughs> まあ、まあ、まあ、頑張るよ。あ、宮野さん来年もライブお願いしますね。だって。そうだね。その約束果たせるようにね。いや、可愛い,いね。お、そういうパターンもあるのね。お父様が連れてくるパターン。でも安心だね。それもね。うん。いやー、そうそうそう。あの、他にもね、いろいろね、あの、仙台のメール読んでたらね、なんとね、 小さいお子様と一緒に来ていらっしゃる方々多くて、確かにステージ上からも見えるわけ。なんか、あの、どんどん子供増えてんな、と。<laughs> いや、可愛い,いのよ。本当に。抱っこされながらとか、<laughs> 頑張ってごまもが見えるように、こうお母さんがこう抱っこうして、ペライトばーって振ったりとかね。なんかね、 ほっこりしちゃった、こっちも。うん、そんな姿に。はい。そんな仙台での出来事でございますが。さっさっさ、まあ、ほっこりに続きまして。えー、仙台のメール読んでいこうかなユゆりっぺからいただきました。まもちゃん、まも版はまも版は仙台お疲れ様でした。ありがとうございました。あいにくの雨でしたが、待ち時間はテンペストごっこをしながら楽しく過ごし。<laughs> ああ、雨が楽しくなるね。<laughs> 風邪ひいちゃうから、ちょっと気をつけた方がいいけど。<laughs> ライブの熱で暑さなんか忘れるぐらいでした。うん。暑かったね。楽しかったね。本当にすごかったです。驚き、感動、簡単、などなど感情がミキシングで大変でした。ありがとう。 今回の公演は、中学1年生の一回り下の妹と一緒に参戦しました。一回り下の妹はあ。妹にとって人生初ライブということで、すごく楽しみにしておりました。ところが、いざ会場に入り席に着くと、入場前のワクワクしていた様子はなくなり、ただじっとしていました。どうしたのと聞くと、ライブには来たけど、実感が湧かない。マモちゃん、本当にいるんだよね。 とかわいい。<laughs> ママちゃん、本当にいるんだよね。<laughs> あ、そういう不安になるんだね。ここから出てくるんだよね。<laughs> もうちょっとしたら来るよと、ダメながら、開演を待ちました。いいね、姉妹。ママちゃんが登場した瞬間、本物だーと、すっごくキラキラした目で、声援を送っていてかわいいなって思ってしまいました。 今、こっち見たよねねえと、一生懸命訴えてきたのも、子供らしくて何とも可愛かったです。<laughs> 姉妹ともども楽しませてもらいました。残りの公演も素敵な笑顔をお願いします。だって、中学生可愛い,い。<laughs> いや、多分ね、あのね、そっち見たと思う、俺。うん。ゆりっぺ姉妹の方。いや、本当にね、見えるのよ。会場からみんなの顔が。 マジでマジで。特に、あの、まあ、今回から仙台からホールになったから、またね、あの、アリーナの時とはまた違った雰囲気というか、うん、会場ならではのね、えー、それぞれの会場の良さがね、出ていてとても素敵だなと思ったし、仙台の会場はこう、なんだろう、う客席がこう、なんか、丸い感じうん、になってるから、たくさん、人が入ってくれてるんだけど、それこそ、なんか、とてもこう、近くに、 うん、感じられる。で、そしてこう、声がこう、降ってくるというか、包まれてる感じなので、仙台の盛り上がりすごくね、あったかかったです。本当に嬉しかったです。ありがとうございます。そう、そしてね、この妹さんもそうだけど、なんかね、初めて来る方がね、多かったみたい。なんか、うん。やっぱり、どん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 そうやって、あの、輪が広がっていって、それこそ、あの、メール読んでたらね、まも が、実在してました、的な <laughs>。初めての方々からのメールが多くて、あ、なんか、ここに来てどん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 またね、うん、笑顔の輪が広がってるのが嬉しいし、マモは実在してるよってことを伝えたいな <laughs>。<laughs> ちゃんとここにいるよって <laughs>。私はここにいるよって <laughs>。ベイビーボーイって <laughs>。<laughs> さあということで続きましてももらジーネーム劇団お好み焼き略して激おこおお<う> <laughs> さんからいただきましたまも兄さんまもんはまも <laughs> 兄さん <laughs> なれないまも <laughs> 兄さんだってはい、はい、兄さんです初めて見えるですほら初めての方仙台公園にてまも兄さんから よく通る声してるねとお墨付きをもらったメス家系男子です。だって、いい方こいつ <laughs>。いたいたすっごい声が通る男子。憧れのマモ兄さんから。もうマモ兄さんやめえなんか、こっぱずかしいな、なんか <laughs>。何芸人なの <laughs> 兄さん。お褒めの言葉をいただき光栄です。だって、マモ兄さんから。 えー、その日は興奮して夜なかなか寝つけませんでした。ライブの感想ですが、自分に語彙力がなく、最高以外の言葉が見当たりません。マモ兄さんのライブは、毎回驚きの演出が多く盛り込まれており、ライブのためにそのハードルは高くなっているはずなのに、それをたやすく超えていく、マモ兄さん。いや、ちょ、マモ兄さんちょっと気になるわ。<laughs> 内容入ってこなくなるわ、マモ兄さマモ兄。<laughs> キム兄みたいな <laughs>。それを大好き超えてくまも兄さんやチーム桃の皆さんの姿には、パフォーマーとしての真髄を感じています <laughs>。お前何目指してんだ <laughs> 残りの公演、お体で気をつけて、ファンの皆さんへ笑顔を届けてください。また会いに行きます。PS、男子限定ライブ、待ってます。だって。ああ、俺できんのかなそろそろ男子限定ライブ。俺の男子限定ライブはでもさ、女子なわけじゃん。 メス化してるから。っ <laughs> て前なんか言ったような気がするけど <laughs>。すごいね、メス化系男子。面白いね,ね。初めての方だったね。いや、ありがとうございます。ラディスマンネーム、カンワさんからいただきました。えー、ミキシング仙台、とっても幸せでした。ありがとう。ホール形式だと、ステージとの距離がすごく近くて、ねえ。皆さんのパフォーマンスに圧倒されました。ほんと近いのよ、ステージから、客席が。 ミアノさんの気持ちが強く込められた歌声をビシバシ感じることができ、曲の新しい魅力も発見できました。わあ嬉しい。そして、衣装やアクセサリーとの細かい装飾までじっくり拝見できて、そんなに見えるんだえ、なんか恥ずかしい。<laughs> あ、そう見えるもんなんだね。いや恥ずかしいな。そんな細々しとしたところは。 楽しませていただきましただってありがとうございます。ホールならではの一体感と熱され、ライブ終わりには汗だくになっていました。だって、外は雨で寒かったのに。ねえ、でも本当に暑かったね、ライブはね、楽しかったね。MC の途中、何かを言いかけて、あ、そう、MC の話はね、いつもね、ネタバレじゃないからね、しちゃってるんだけど、ここでも MC のね、お話を緩和さんしてくれてるね。何かを言いかけて、 長くなるから今度どっかで言うと話すのをやめてしまったお話は何だったのでしょうかだってそうあったね、そんな出来事ね。時間をしっかり考えながらステージを作る宮野さんのお仕事できるかにもときめきましたが、気になって仕方がないのでぜひ教えていただきたいです。だって嬉しいこと言ってくれるね。<laughs> ちゃんと時間気にしてる男みたいな。<laughs> そうそう。長くなっちゃうからね、その切り所って難しいんだけど、あの時はね、あーってなんか、 思い出して、やっぱやめたみたいなこと言っちゃって、それは気になるよね。ごめんね。あの、ぜひ教えていただきたいです。だって。いや、ここでは言わない。<laughs> 柴田さんの、ええーっていうのがここにまで聞こえて。<laughs> 気になっちゃった言わない。なぜなら、その公演の後ちゃんと俺思い出したのよ。うん。なのでなんか、メイキングのカメラに向けて言った。うん。だからどっかで見れるんじゃないかな。 あ、そういうことだったのね、ママが言いたかったのは、みたいな。はい。なので、今後の展開もお楽しみにということでございまーす。